どうも、今日は、KPJ をご覧の皆様、はじめまして、ブサグスタと申します。日高と申します。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、まあ、普段、ね、俺のチャンネルを見ていただいている方は、もうご存知だと思うんですけどもね、今回、今年、俺は、動画にも出しましたけど、チャレンジする年っていうことを公約に、活動したいっていうことで、で、ひょんなことから、この、ぐさぐすたさんとね、知り合うことができまして、まあ、こういうチャレンジする機会をまたいただきましてね、まあ、今日は本当いろんな意味で勉強させていただきたいなと思うことで、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、はいはい、で今回じゃあ、そうですね、もうちょっとそろそろソーシャル、こんな時代ですからね、ですね、はい、ソーシャルなんちゃらってやつですね、はい、それでは早速、本題から入らせていただいて、まあ、とりあえず、ブロー・イン・ザ・ウィンドウ、風に吹かれて、まあ自分の方のね、ラジオ配信の方、聞いていただいているリスナーの皆さん、改めまして KPJ の、そうですね、走るカリスマ YouTuber、 あ、ここで言いますね、ありがとうございます、走る宝石ならぬ、走るカリスマ YouTuber、ですね、走るカリスマ YouTuber、 もしくはアグスタ系 YouTuber の風道さんをお招きしての、はいはい、今回の自分 の、 ラジオ配信と申します、まあ、こちらのちょっとスポンサーの関係でちょっと言わせてもらうと、こちらのウェブラジオ放送局渋谷ラジオ東京様の提供でこちらやらせていただきます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。それでですね、早速、風道さん、とりあえず、まあね、自分らのね、知り合いになったのは、まあ、いきさつじゃないですけどね。あ、そうですよね。はい、なんでいきなりこの2人がみたいな感じでしょ。お前誰だみたいな感じになってますけど。まさか、2人できてんのっていう、そういう噂もあるんで、あ、そうですね、はい、ちょっとね、そういうね、まあ、疑惑は晴らした意味で、とりあえずちょっとその辺の慣れ初めじゃない、はい、慣れ初め、うん、なんか響きおかしいな、ちょっとおかしいですね、怪しいですね、怪しいですね、下手に言わない方がいい、そうですね、墓穴掘っちゃいました、はい、すみません、はい、まあ、とりあえず、うん、そうですね、まあ、自分がね、だからね、最初 YouTube を拝見させていただいて、うん、本当自分乗ってるね、アグスタで検索してたら、うん、数時間でドナガがって、ああ出ましたね、ちょっとバズった、はい、あれ 10万いってるんでしょ、10万いきましたね、はい、すごいですよね、いやいや、もうおかげさまでというか、おかげさまでっていうかね、あれですけども、怪我の巧妙というか、はい、まあ、今となってはね、はい、あれがあったからいろんなこういうのもそうだし、いろんなチャンスをいただけたり、ね、人とのつながりができたり、はい、うん、だから何でもそうですけど、やっぱり負のことが起きた時こそやっぱり笑顔で、うん、ですね、乗り切ってればきっといいことが来るんだっていうね、俺の信念がそこでようやくね、今こういう形になってるっていうことで、うん、ありがたいですね、うん、ありがたい、ありがたいっていうかね、まあ、あれですけど、うん、今回、ね、いい出会いを作ってくれまして、あ、そうですね、うん、本当に逆に言うとね、今でこそ良かったかなと、はいはい、うん、思っております。それで、はい、まあね、まあ、ツイッターの方でもね、つながってて、あ、そうですね、で、まあ、無理っていきなり DM したんですよね。あ、そうですね、ね、懐かしいですね、で、まあね、すごい昔からの知り合いのように見えるでしょ、うん、うん、本日2回目です。2回目あったの、リアルにあったの2回目ですもんね。そうですね。マジでね。うん、この、だから、この間、ライコでね、はい、ライコランドで、まあ、その時の動画も上げていただいて、はい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 、自分が早草で来てね。はい、で、うん、それで、うん、その時が初対面で、うん、で、その時に、もう、最初からもうなんか、この人多分気が合うなと思ってたから、あ、ありがたい話ですね、で行った時はあれですか、自分のことすぐ分かりました、あ、分かりましたね、うん、熱い目で見つめてたんで、ああ、この人だなって大体分かるんですよ、もう、あ、来るなと、大体分かります、あ、こいつその気あるなみたいな、はい、そうですね
あの人だ。いや違うよ本当に。間違います。違いますからね。とりあえずまあとりあえずだからねそれでもう本当にね初めて会ってるんでいつもねいつの間にかあの話してるうちに、いつの間にかライコランドからあの蛍の光が聞こえ始め。ああそうですね。何時間いるんだって仕事かっていうぐらいのね。そうそう、うん、何本カン回したんだみたいなね。そうそうそうなんですよ。ところもありましたけどね。うん、なんか一人あの滑ってかわいそうな人がいましたね。確かに。まあそれは置いといて、うん、まあそれは動画のお楽しみというか。そうですね。こちらもチャンネル登録よろしくってね。この辺も売り込んでない。はい。今日もう一生懸命。何も出ないです。はい。でまあ、そもそもね、だからね、うん、対談してみたら面白いかなって言うんで、自分のね、はい、まあ、発案じゃないですけど、はい、そうですね、それで、うん、まあ、お互いに語りたいとこっていうかね、だから、そもそもバイク乗り始めたきっかけって。きっかけね、うん、まあ、俺、大したきっかけじゃないんですけど、はい、そのガキの頃からその勉強が大嫌いだったんですよ。だからもう、ある意味頭の悪い方の優等生だったんですよ。さもすればその、ね、周りに自然とこうバイクが溢れてくるわけですよ。だからガキの頃から触れたりっていう機会が多くて、である時にさ、今じゃあんまり見なくなったけど、汚ねシャツでさ、ボロボロのバイクで街中走るお兄さんを見てね、すごく大人に見えたんですよ当時。ああなるほどね、うん、でまあ今もあんまりないかな、昔のカラオケとかではさ、はいはい、映像でそれこそね、うん、くたびれたシャツとさ、錆びたバイクで海岸沿いに行ってさ、盗んだバイクで走り出したようなね、タバコを吸って黄昏れてる映像なんかたまに出ますけど、あれダッサいでしょ。でも本気で俺あれかっこいいと思ってたんですよ。だから今も乗ってるっていうのは、ある意味その残像を追っかけてる。 あの頃見たあの大人びた、ね、バイクを乗ってる大人を、今でもそれを追っかけてる、そうなんですね、大人になりきれてない大人なんですよ、うん、俺は。はいはいはい、はい、うん、なるほどね。そこにロマンを感じちゃう。で、はたから見るとそんなのね、なんかダッセーなとか言われるじゃないですか。うん、だから究極のナルシストですよ、俺。いやでもね、バイク乗りってみんなそうでしょ。あ、まあやっぱりそうでしょうね。うんうん、だってね、普通に前例えばね、ピッカピカの何タンクローリーみたいな、はい、石油とかガソリンとか積んでるタンクローリーあるでしょ。走ってるでしょ。はい、で自分の姿映るじゃないですか。はい、ずっと。こいつ俺って絶対に見てる、絶対見てるよね、みんなね。そう、絶対そうだと思うんだ。バイクかっこいいなじゃないんだ、俺かっこいいなって、ね、そうそうそう、不思議だね。うん、ね、そうだ、そんな感じでね、俺は今でもバイク、まあ、これからもずっとその残像をかけていくんでしょうけど、あ、いや俺、うん、そういうのは大事だと思いますよ。俺にとってのバイクっていうのはそういうマストアイテムだって。ああなるほどね。まあそうですね。まあだからね、風見さんばかりにね、話していただいて申し訳ないんで、まあ自分自身のね、はい、そういうきっかけっていうのが、うん、まあ正直ね、ちょっとね、重たいんだよね、ごめんの場合。まあまあ、ね、人にドラマですからね。ただまあちょっと、まあこれぶっちゃけて、はい、変に飾りつけてね、かっこいい理由、嘘言ってもしょうがないんで、本当のことをね、はい、まあ打ち明けさせてもらうと、はい、ね、俺小学校1年から、まあもっと前だな、保育園の頃から、うん、ずっとね、いじめられっ子だったのね。ああそうなんですか。ずっと本当にね、中学校上がる前まで俺本当チビだったんですよ。はいはい、145しかなくて、で145しかなくて、でまあチビチビ探索って、うん、で当時かけっこも遅くって、カメだの鈍足だのトレーだの、うん、散々言われてね。で中学が上がって、やがて身長が伸び始めて、で卒業間近で175だから一気に30センチ伸びたんですよ。うん、で伸びたら伸びたで、今度はね、なんて言われたと思う、ね、伸びたら伸びたで、立ってるだけでおめえ何格好つけてんですって言われちゃうんですよね。うん、いや立ってるだけですが何かって話なんだけど、うん、だから今だったらね、かっこいいの生まれつきだバカ野郎って言っちゃうんだけど、当時俺育児なかったんで、もうごめんなんてね、卑屈でしょ、嫌な野郎だったね。俺も実際におめえそんなんだからって言うんで、当時の自分ちょっとぶん殴ってやりたいんだけどね、喝入れてやりたいんだけど、でも
そんな風にね、いじめられ続けてて、で、まあある日、まあいとこの彼氏って当時のね、うん、いとこごめんねあの、うん、その当時の彼氏っていう人が、あのバイク乗ってきたのね、バイク乗って遊びに来るんですよ、うん、で、まあ当時の俺に後ろ乗るって言ってくれて、俺当時だからあのバイクって悪いやつしか乗んねえんだと、あ、イメージ的にね、うん、なら、いやいいよ俺はなんだ、面白くねえし、お前乗ってもいいのに何言ってんだよ、いっぺん乗ってみって言われて後ろ乗せられたんですよ、はい、乗ったら風は気持ちいいわさ、はいはい、音は綺麗な、いい音してるわさ、うん、で、まあこんないい世界なんだ、あれちょっと待てよ、これバイク乗ってる限り、バイク乗ってる時だけはいじめらんねえじゃんって思ったら、うん、もうそれからもうバイク乗りたくて、まあだから理由的にはね、本当にね、不純な動機だし、あの建設的ではないと思うんだよね。だけどそれでも俺はバイクにね、あの活路を見出せたのね、生きる場所っていうか、うんうんうん、自分が自分である、うん、自分でいられる場所、うん、っていうのをバイクが送ってくれたんですよ、うん、だから俺にとっちゃね、バイクってね、天使みたいな存在なんですよ、うん、だからよく、まあ、あのインスタとかでね、あの、まあ、ちょっと気だったらしいような、かっこつけたような言葉たまに、うん、コメントとかで入れたりしてるんだけど、うん、バイクを、うん、磨いてない人見るとがっかりだなんていうのを見てる、うん、そういう人がいたっていう話聞くと、俺はその人に普通に、まあ、あの神聖なるもの美しくあれっていう言葉を言ったらね、うん、あのその言葉がすげえ気に入ったっていうフォロワーさんがいて、うんはい、それから俺のことなぜか先生と呼んでくれてね、なぜかね、うん、いや先生の言葉、あの非常に心に響きました、うん、いや俺大したこと言ってるのかなって思うんだけど、でも、うん、でも本当マジで、なんつうの、自分なりにバイクっても愛してるんだったら本当いつも裏切られないように、うん、あのビッカビカにしてやるっていう、うん、その最低限のルールっていうか自分の中に決めて、うんうん、愛着持って接してれば自然と魂って宿るんじゃないって。そうですね、あの 人は裏切りを知ってるけど、うん、バイクって裏切らないんですよ、うん、手をかければかけるほど返してくれる、はい、最近俺のバイクライフはあの、うん、裏切られることはないけど機嫌は整えられますけどそういうのあるんですけど、とっても気まぐれですからね。そう、気まぐれですからね、うん、とってもわがままジュリエットって感じですよね。うまい、うまいですよ、あの本当は俺からそれ出なきゃいけない逆なと思ったよね今俺のチャンネル見てるやつ、あいつダメだな、こっちのゲストどっちがゲストかわかんないって言われてる。いや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 、なんか聞いたところちょっと話それますけどね、はいはい、あのボーイとかも結構詳しいみたいでね。あ、そうですね、だからボーイさんがまだあのメジャーデビュー前に、うん、前橋のロックフェスかなんかに、うん、あのまだボーイっていう名前があの漢字の頃に、あ、ね、うん、あの最前列で見させていただきました。あらあれあれあれ、媚び売らせてもらいますよ、うん、うちのあの配信もあのよろしければどうぞみたいなね。今日風道ダメだな言われて多分ね、この配信でね、うん、俺なんかね乗ってる、今日は乗ってますね乗らせてんのは俺ですからねゲストに乗せてもらってどうすんだって いやでも すごいな、プロだなっていう印象ですね。いやなかなかこうほら普段こうね映像で訴えかける方がいいですけど、声だけでねいつもほらやられてるじゃないですか、すごいなっていうね、まあ、いやでもだから正直、はい、だから俺あのいつもね一人であの、まあ、収録とか来させてもらってますけど、はい、うん、今日の俺今までで一番でしょ代表うんって言ってます、うん、あの私がいるからあの、うん、そうそうそう、うん、掛け合いの方がなんか輝いてません、
相手が言うと、ね、言わせてましたけど、まあでもね、あの正直ね、普段だとちょっとね堅苦しくて、あどうしてもね、そう、あの顔が見えない分ね、相手のね、そうなんですよ、うん、で硬くなっちゃうっていうのもあるし、うん、だからこう冗談とかあの取り混ぜて普段の、うん、普段通りの人でいい、うん、普段通りでいいんじゃんって言うんだよ、うん、よくあの、うん、ファンとか、はい、あのまあ俺のね知り合いの人たちとか、はい、リアの人たちはね、うん、あのそういうの言ってくれるんだけど、うん、あのまあその人たちによく言うんだけど、いや俺のギャグってさ、あの ベース側の、うん、下ネタじゃんつってアウトなんだよねっていう話でそうなんで、ね、どうしても硬くなっちゃうっていう、うん、それもあるんです、うん、その辺あのご理解の上、あの こいつはあんまり冗談言えねえんだなっていうね、感じで思ってるかもしれないけど、実際ね結構ね腕あるんですよ、うん、結構ほら声だけでこう、ね、伝えていくと、この配信者同じこうね、あそうなんですよ、フィールドは違うけど同じ配信者として、うん、結構勉強させていただいてますね今本当にね、いやいやいや本当、うん、正直ね、だから自分はね、あのね逆にね、あの映像とか撮るのがすごい苦手で、あうん、でよくあの何ツーリング行った先 の、 あの、はいはい、写真とかもっと上げてくださいなんて言うんで、うん、言ってくれるんだけど、うん、大概ね俺ね撮るの忘れちゃうんですよ、うん、それはダメですね、そう、あの撮る暇があるんだったら俺走りたいって言ったから、ね、あそう、まあ、確かにでしょ、うん、でそれもあるんで、ね、何映像とかも、うんうん、なかなかちょっと撮れねえな、うんで YouTube やればなんて言うんで、うん、言ってくれるフォロワーさんとかもいるんだけど、うん、YouTube ってなるとさ、ね、何数を追わなきゃでしょ、まあね、だからどっちにプライオリティを置くかってね、その自分が楽しむためにツーリング行くのか、撮るためにツーリング行くのかみたいなね、そこのバランスが崩れるとやっぱりバイクライフがちょっと重い荷になってきちゃったりとか、ですよね、もうバイクに限らずですけど、やっぱりあくまで配信者がその発信元なんだっていうところを忘れてしまうと、変にリスナーにこう媚び打ってじゃないけど寄り添っていっちゃうと、やっぱり自分の活動が重荷になっていったりする、そうですよね、そこはだから自分がそれをブレずに、俺がやりたいことをやっていく、それに共鳴する連中を相手にしていくっていうところを徹底していかないとやっぱきついですよね、そうなんです、ラジオはもう特にそうだと思うんですけど、顔が見えない分ね、そうですよね、声だけで、だから俺も今回どういうふうにやればみんなに、ね、映像なしでね、みんな聞いてるみんなが楽しくなってくれるかなっていうところで、ね、どういう声を作ってみようかなと思って、どうも風道です、ね、だからそうもっと明るい、ね、トーンでいって行かなきゃダメだよなとか、その常に端末の向こうの聞いたりしたことを考えながらっていう意識は常に持ちながらやってますけど、まあ、今回だからすごい意味、そういう意味ではね、表情が、まあ俺のチャンネルではこうね撮ってるから出しますけど、はい、ね、ラジオの方を聞いてくれてるリスナーさんにね、うまくこういう楽しいことが伝わればいいななんて意識しながらやってますけど、結構させていただいてます、いやいやいや、とんでもないです、はい、本当にね、あのだから、ね、YouTube の人たちも本当すげえ大変だなと思うし、で、まあ、自分もね、あの何ラジオ配信にこだわってるっていう面もあって、はい、あのどうしても、まあね、これはあの別にあれですよ、はい、あの YouTube の人たちはあの批判してるわけじゃなく、そういう画像があると、うん、そのイメージにこう固まっちゃったりっていうことあるじゃないですか、結構ドメスティックなイメージみたいなのがですよね、そうそう、だからそれよりもあの言葉で伝えて、例えば自分で感じたこういうことをあの経験したんだとか言うと、もう聞いてくれたその人たち、その人たち一人一人があの描くイメージってそれぞれ違うじゃないですか、はいはいはい、そこで無限大になっていくな、そっちに広がりを期待してなるほどっていう、ね、要はドラゴンクエストの主人公が喋らないようにそれです ね、 ねそう、プレイしてる人の頭の中でこういう声なんだ、こういうイメージでっていうね、おのおのが感じるもので作るキャラクターができていくという、そうそうそう、ね、うん、それがね、あの実際あのドラクエがあの、はい、何アニメ化された、はい、で、うん、やってる声、うん、タラちゃんの声でしたとかねうん、あのうんあのマスオさんの声でしたとかなると、うん、こうじゃねえ、そうこうじゃねえってみんな思うじゃん、うんうん、だからそれもね、だから、まあ、言っちゃえばね、
何もっと違うことを 言うとさ、うん、あの声優さんも大変なんだろうけど、うん、あの、うん、ラオウの声とのりまきせんべいさんの声が一緒だったっていうね ああいうねあのギャップがねあの結構 あるんで、うん、あのイメージっていうのをやっぱりちょっと、うん、みんなのイメージに期待して、うんうん、もうだからもうあなたのブサグスタなんですよみたいな、ね、脳内で作ってくれと何言ってんだこれ、うんねうんうん、そうそうだから脳内でみんなの脳内で考える、うん、あのそのイメージが、うん、あの千差万別で全てに あれば、うん、あのもっと俺が例えば100伝えようとして1しか喋れなかったとしても、はい10ぐらいは伝わってくれてるんじゃねんかなとかねうんそういうふうに、うん、イメージしてるところがありますね、うん、そういう気持ちで活動されてるってことですねそうですね、ね、まあよく聞くね最近あの悲しいニュースとかあるでしょ、はい、あの自殺やらないやらっつってまあそうです ね今ねこのコロナとかねそういった感じでだからあのまあ、実際俺もごく身近で、まあうんまあ、自殺しちゃったっていう人を身近にいるんですよ、うん、しかもまあ自分のすごい大事だった人なんだけど、はいはい、だからその時にだからあの抱いたのが本当もう何あの自分一人じゃないんだよね、うん、みんなそれぞれそうですよでもし仮にあなたが一人死んだら何人の人が泣くか、うん、何人の人があの人生引きずっていかなきゃならないようになってしまうんだって、うん、俺さっき言ったようにバイクに活路を 見出してでバイクに乗ったおかげで今の俺があるんですよ、うん、だからちょっとでもそういう人たちの涙があのたとえ 1cc でも減ってくれたら俺はそれだけで本望なんです、うん、そういう思いでやってますあ正直だからこれ話すと本当もうね表よお前そんなんじゃもういいよってドン引きされちゃうかもしれないけどでも俺の思いっていうのはどうしてもそっからブレてないんで、うん、あの変わってないんでこれはいつか伝えなきゃなって思ったんでこれもしかいない今日風見さんいるから、はい、こうやってあの話してねあ、はいはい、あの表情も、うん、あの YouTube でみんなに伝えられる、うん、って なるからまだ言える話で、うん、これラジオ配信で一人で これ言ってたら多分あの帰りを俺こう肩沈んであのそういう、うん、なんだろう、うん、深いところの、うん、その精神性みたいなところで多分共鳴したんだと思うんですけど、ね、ありがたいですねそう、まあ、これまた俺の話ちょっと終わっちゃっておかしいですけど、どうです、はい、俺が YouTube 始めてこんなことをやってるっていうのも、うん、そういうところなんですよ結局は、ねはいはいはい、下げていくと、うん、もう俺だってもともとは人並みと足並みを揃えられないで、うん、人の目を気にしてっていう人だったんだけど、はいまあ、YouTube やってガーンと変わってきたっていうのはそういうところですよね人の目を気にするんじゃないあくまで自分の人生の主役って自分なんだよってそういうことです、うん、人の人生の脇役じゃねえんだよ俺はってですよでさもすればその自分今日の自分明日の自分に何をさせればいいのかどういうふうに生きたいのか理想はどうなのか、うん、っていうことを脚本家も自分なわけで、はい、だ今日の自分こういうことをチャレンジさせていただいてこれに参加したい主演も自分ですからね、うん、そういうことに参加させるんだって脚本を書いたのも自分であって、はいじゃあ明日を何にさせたいのか、ええ、何をすれば自分が笑顔になれるのか、ええ、そういう脚本を書くのもやっぱり自分なわけなんですよ、うん、で白いキャンパスに何を書くのかって自分の人生って言うじゃないですかそうっすよ そこにやることに対して自然と共鳴して集まってくれる連中、うんね、チャンネル俺のチャンネル見てくれる連中を俺は相手してそいつらに得をさせるか損をさせるか、うん、それが俺の仕事俺の人間性最後だと思うんですよ、はい、最後のね、ええうんなんであの離れていく人はもう会わねえなっていう人はもうこれ言い方きついですけどそれは仕方ないですよねそう、うん、でそれでも俺を信じてついてくるやつに俺は得をさせるのか損をさせるのか、うん、それを俺は考えるべきだって今までは俺が楽しくってね、うん、って言ってたのがだんだんこう意識が変わってきて
やっぱ自分が楽しいことをしてそれに共鳴してくれるやつを幸せにしたい、うん、まして今コロナ禍でこういうマスクで人の笑顔が見れない時代になっちゃったじゃないですか、嫌な時代ですよね、うん、だから俺がこういう活動をすることっていうのは、うん、このマスクの中のみんなの笑顔を探す旅をしてる、はいはい、かっこつけて言わせてもらうと本当そうなんですよ、うん、そうなんですよ、だから俺もだからあのね、あの一人でもみんなあの、うん、笑顔になってくれれば、そう、もうそこですよ、うん、で我々配信者って結構はたから見るとこうリスキーなことやってるじゃないですか、正直そうですね、あの、ま、周りには俺あの狂人扱いされてますからね、マジでこんな年していい年してなんてよく言われるけど、でも正直ね、だからあの俺が何にもしないでこの先あの普通に余生を過ごしたとして、余生ですよ余生もう余生もう老人だよ、うん、そんなのだから正直そんな枯れたような人生を送るんだったら、うん、あの何かやって、そう、あのあいつバカねって指さされてる方がね、俺はねよっぽどね上等だよ、うん、マジで正直あのうんそうだな、あの残りの人生あのはっきり断言しよう、うん、残りの人生俺バイクのために、うん、惜しかねえよ、うん、全然尽くすと、ええ、俺はあの、うん、何ドン・キホーテでいいっす、うん、もう人から笑われる ピエロで構わねえ、うん、でもあのこんだけは本当言わして、何バイクが好きだから、何バイクで死ねたら本望だなんて言ってる、うん、人が一人でもいるんだったら絶対にそんな覚悟なんか本当もう、うん、もう何回も配信で何遍も言ってるけど、あのそんな覚悟はもう捨てちゃってくれね、本当にね、あの絶対に生き残って絶対に乗り続けてやるんだっていうそういう覚悟を固めた上でバイク乗ってくれよ、うん、そうですね、うん、バイクはストレスの発散の道具じゃなくて語らうための道具である、そうっす、ね、相棒っすから、うん、天使ですから、そう俺にとっちゃ、うん、あの鼓動を感じると、うん、だからバイクを汚すような、うん、そんな、うん、ね、あの何なんつうの、バイクをこう貶としめるような、行動をやめようね、うん、あのマウント取ったりさ、うん、そんなつまんないことしてる暇ないじゃん、行きの乗れるだよみんな誰だって、だけどそれをあのしないのってすげえもったいねえよ、本気で、うん、生きてこその、そうっす、そうっす、なんでね、あの安全に、そうっすよ、だからもうね、あのいい加減何あのこういうコロナとかね、あのいつかあのコロナがあのね、あの収束して、ね、うん、マスク外してもう笑顔で笑い合えるそういう、うん、時が来たら、うん、俺のイケメンも披露しますんで、あ、そうですね、うん、白い目で見ないで、てんてんてんみたいな、まあ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 ね、あの、うん、アンチコメントいくらでも持ってますどうもすいませんでしたね、とりあえずだいたいこんなところでしょうかね、まあ、そうですね、まあね、まあ、とりあえずこの後は、あ、そうだ、カズミさん、はい、ね、あのこれから時間あるでしょ、はい、とりあえずあのカズミさんの、いや時間ちょっとこの後ね、すぐ時計してない、時計してない、成田行って LA 行ってちょっと歌に歌吹き込まなきゃいけないんで、ちょっとすぐ飛ばなきゃいけない、あーね、ロックスター大変なんですよ、あー高飛びだ、高飛びする、もう歌入れて5分で日本にとんぼ返りですよ、あー、あーそうなんだ、秒刻みの、まあ、溶けないからだから、溶けないからとりあえず、はい、あのまあこの後ね、はい、あのカズミさんの方 の, あの動画の方の落ち取りに行かなきゃ、あ、それねあのやってもらわなきゃいけないからね、うん、だからとりあえずあの、うん、俺らもちょっとそろそろ忙しいの で, そうです、ね、うん、この辺りであスターは忙しいですね、締めさせていただきますので、はい、すいませんでした、はい、今日は本当に KPJ の、はい、うん、風道さんを、はい、ゲストで、お招きしての配信でした、はい、どうも、はい、ありがとうございました、勉強になりました、はい、どうもこちらこそどうもありがとうございました、失礼します、イエイ